まあ、俺は大体、はい、まあ、まあ場所にもよるけど、あんまり西側とか南側だとあれだけど、はいはい、渋谷で用があるときは大体原宿で降りる。もう人がいっぱいいるからさ、渋谷だと、はい、原宿で降りて歩いてる。だからこの歩道橋なんかよく使います。そうなんですね、うん、だから昔はこの辺はほら、はい、ほこてんだったか、ほこてんで、まあ、ほこてんバンドとか、はい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 、まあ、たまあ、その前は竹の子族とか、はいはいはい、ちなみにお前東洋太平洋ライブの受付の陽子さんって知ってる？はい、あの一門会の受付もやってもらってんだけど、はい、はいはい、あの松尾さんのライブとかでも来られてる。そうそうそう、はいはいはい、陽子さん、はい、竹の子族だったまあ陽子さん俺らよりいくつか上なんだけど、はい、竹の子族もうそれ何十年も付き合ってるのに知らなくて、はいはい、去年知って、はい、知ってからもう俺ずっと取材の話で言うの聞きたくてお前、はい、チーム名知ってんの？陽子さんの竹の子族の、うん、何なんですか、ね、ミルキーエンジェルだほっとけねえほっとけですね。そうですね、なかなかこう、うん、そういう竹の子族の方に会えることないですもんね。だってやっぱり俺よりちょっとさ、はい、2つぐらい上の世代だから、はいはい、だから保護店でバンドやって、まあその人たちも、はい、もう随分上だけどほら、はい、あの、だからその人たちはだから、はい、俺らが中学生の頃よく見てた人たちだね。はいはいはい、だからその前だからさ、沖田博之なの、いい気持ちすごいっすね。で、あのサテンの服着てんじゃん、はい、はいはいはい、何となくわかるだろ。何となくですね、うん、はい、あのイメ何となくわかるだろ、派手な色の、はい、ほんで今度それを着てきてくださいって言ったんだ、はい、持ってきてくださいって、はい、いやもうそれはみたいなないと思うんですけどとか言ってんけど、はい、絶対あるよだから俺は前も言ったけど70年代80年70年代後半80年代に青春を過ごしたかったからね、やっぱり80年代前半ぐらいの、はいはい、まだ子供だったから、はいはい、やっぱその辺に未だにこう好きなカルチャーとかそういうのが集中してます。あるね、だって俺らさ、はい、バンドもさ、はい、ゼニオポレス加工カバーとかいっぱいいるけど、はい、大体70年代とかなんだけど、はいはい、ちょっと新しいのやろうよってことで、はい、グリーンデーをやったんだけど、はいはい、それ90年代なわけよ、はいはい、30年前だったそれ で別にその古いことが好きなんじゃなくて、はい、ただねその時代にそういうのがあって、はい、それがマッチした、はいはいはい、着てる服とかもさ、ああいいぞ西部屋、わすごい西部屋もう一回裏切らない、うん、かなりこれは NHK、 そうですね NHK、 西日と、はい、シワスと、はい、ユンボだよ。お前こんな3ウェイねえぞ。これなかなかないですね。ないよこのトリプルコラボ、はい、何トリプルコラボ、そういうことだこう見るこっちが好きなんだよ渋谷の、あ北側というかね、はいはいはい、ね、1チャンネル2チャンネル、あそこは、はい、代々木第2ね、あちょっと小さいんだけど、まあ相当でかいけどね、プロレスだったら6000人ぐらいあるから、あーそんな入るんですね、うん、大きいっすよね、こっちのこっちはもう1万人以上入る、いやいやいや、さっきのな、ここに昔アックスっていうのがあったの、アックス、はい、渋谷アックスっていう、はい、だからゼップみたいなやつだね、はいはいはい、あのスタンディングで2000人ぐらい入るライブハウス、あーはい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 、西口プロレスもやったことある、あそうなんですね、アックス、うんで、その時、はい、まあ西口が調子いい時だったんだよ、だからアックスでもできてさ、はい、アックスなんか大変だから、はいはいはい、まあでも日テレジェイタスさんが放送とかしてくれてたから、はいはい、日テレの建物だったんだアックスって、ああなんかありますね、日テレ系列のアックスオンみたいな、はい、うん、それと同じあれなんだけど、はいはいはい、ほんである 12月大会に、はい、あの
まだ選手の時の高橋由伸さんが来てくれて、すごい、まあ日テレでなんかの、はいはいはい、からあれがあってね、はい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 、で来てくれて、はい、嬉しかったな。だってもう井上さんジャイアンツファンとしてはかなり感激というか、いやジャイアンツファンもそうだけど、はい、本当だったら同僚だったんだよ由伸と幻のチームメイトだ、ね、2個違いだから、はい、ほんで俺の下に松井秀喜がいて、はい、ユンボ松井由伸っていうこの世代、はい、黄金の世代だったのかな黄金の世代ですね。ほんで、はい、まあ、小力が、まあね、売れっ子だったから、まあ、小力がなんか挨拶って、まあ、俺が もちろんジャイアンツファンだと、まあ、由伸ファンってこと知ってるから、はい、あんちゃん、行こう行こうって言ってくれて、はい、で俺が、いいよ、バカ言うなと、いいんだと、俺はいいんだと、はい、由伸さんに俺は会えないと。はい、何を言えばいいんだと、はい、別に会えばいい、挨拶すればいいだけなんだけど、はいはいはい、ジョークとか持っていかなきゃいけないかなとかいろいろ考えて結局挨拶してだって俺だって行きたいに決まってるんだからそんな、はいはいはい、うん、行ったのはちゃんと行ったんですね。そうです、あ、それよかったです。いや嬉しかったな。まあ、俺吉野部さんのさバッティンググローブ持ってるしね、いただいて、まあ、誕生日に、はいはいはい、すごい嬉しい、それすごい貴重な、ね、あれどこ行っちゃったのかな。竹の子族のコスチュームじゃないですか。いやいや、あるわ、ちゃんと実家にちゃんと保存してあるわ。よかったよかった。いや大好きだよ俺高橋忍。お前はなんかこうやっぱ、まあ、知ってんだ知ってんだろ。わかるよ、やっぱそう顔もねすごく整ってこう顔つきがね男前ですよね。男前だし、あとまあいろんな天才がいるけど、はい、野球、はい、あの人の打球の行方っていうのは本当に天才だと思ってるから、はいはい、まあ、松井さんとかともまた違う、はいはい、もう一郎選手とも違う、この打った途端一回こうやって真上に上がっていく打球、うん、やっぱ打者によって違うんですね。だから俺そのさ吉野部が97年のドラフトで入って98年からデビューで、はいはい、俺98年の時そのライハ少年の熱狂的ジャイアンツファンっていう企画で行っててさ、だからジャイアンツが負けると飯食えないって企画をやってたわけで、その時この由伸がいっぱい俺に飯食わせてくれるんだよ本当に1年目の由伸が、あれは本当そう、そのことも言ったかな、本当あのご飯食べさせてくれてありがとうございましたって、はい、まあ吉野部さんは何のことになると思ってたけどちょうどあの年98年が1回目の野球のシリーズあったじゃん、電波少年のありましたね、まあ、それの1回目でさ行ってて、はい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 、高橋吉野部がすんげえ俺に飯食わしてくれた本当に命の恩人、命の恩人、ね、大好きだし、まあ俺ああいうやっぱスタイリッシュな選手が好きだし、はいはい、まあ、泥臭いのも好きだけどそれはそれで、はい、ただ俺はほらやっぱ東海大相模東海大ジャイアンツっていう最強のね、まあ、原さんが歩んだコースだよね、はいはいはい、まあ俺らの地元のコースだよね、はいはい、だでも高橋由伸も桐蔭、はい、桐蔭って神奈川の桐蔭ね、桐蔭慶応ジャイアンツっていう黄金コースが歩んできた人から、はいはいはい、えあの熱狂的ジャイアンツファンのやつ、うんうん、あれ優勝しないと顔が出ないとかそういうですよね、うん、子供の頃見てた記憶があります。本当そうだね、子供なら98年だ、小学生、小学校6年ぐらいですね、うん、でも俺あんまり全然その話しないじゃん、はい、あ今度お笑いウィークエンダーでするか、俺全然話しないじゃんそれ、あれは過酷な現場だったでしょ絶対、まあだって俺あれの時だって30キロやってた、まだ俺若かったから食えば食うほど太ってって、はいはい、ほんでまあ痩せるのも早いんだろうな、はいはい、新陳代謝で、はい、で俺30キロ痩せたこと3回あるからなあのあとボディービルと、はい、あとこの2つは仕事じゃんで、はいはいはい、でもあと1個はあの、はい、暇すぎてやってみたってすごいですね、じゃあデニールアプローチみたいな感じで、そういうことですね、はいはい、うん、すごいですね、アックスここ入ったとこにあった、あこの辺だった、うん、ここから入ったとこに、この子も同じやつ、
駐車場というかあって、まあそこでキッチンカーとかが、まあ今はね、来てたりするんだけど、はい、昔その、真文さんが、はい、そのカレーやってた頃に、はい、あの、カーで、はいはい、カーでカレーやってた頃に、はい、まあそこでやってるからみんな来てねなんか言って、はい、あの、行ってみたんだ、はい、そしたらなんかまあ車の周りに人も誰もいないし、はい、どう なんだろうなやってんのかなと思って、はい、その真文さんの車に近づいて、はい、車のところに来て車の中見たら、はい、真文さんが、はい、あんなに明るい真文さんがこうやってやってたってあの鍋の火を止めてあまり見たくない姿ですね。全然逆来なくてほんでどうそのまま帰ろうかなと思ったけど、はい、あれだから、ま、マムさんっつったらほら明るい表情を取り戻して嘘くさい、はいはい、うん、あんた今からじゃああのカレー温めるようなかってそこから火入れてさ、はい、時間かかるんだよ。そうです、はい、かき混ぜようと思ってお玉鍋に突っ込んであれお玉持ち上げようとしたら、はい、あまりにも客が来なかったんだろうね、はい、カレーが固まって鍋ごと持ち上がったんだよ。 お玉あげたらだいぶ、うん、だいぶそれをちょっと隠したんだよね俺に大丈夫だってお察ししますと。いや商売厳しいけどそういうさ、まあ今ね大変な方もいっぱいいると思いますけど、まあそれどっこ生きてる感じがいいじゃない。はいはいはい、はい、うん、今でも泣けるよ、うん、あんな苦いカレーはなかった。どこ何のスパイスですかって聞いたのこの苦さは。まあこれは渋谷公会堂、はいはい、あれねえなんか改装したんですかね。ちょっと前に改装するんじゃないですか。ああエッグマンもね、渋谷エッグマンっていうライブハウスがあって、はいはい、聞いたことあります。あんだろ、聞いたこと。これで昔マキタスポーツが、はい、まあマキタ楽器バンドでかな、はいはい、ライブやった時もう10年以上前だけど、はい、まあ見に来てさ、はいはい、俺も何かでちょっと出たのかな、なんか DJ かなんかで、はいはい、まあそういうのがあって、はい、マキタ楽器の本番の時に、はい、まあこの『43分』よく出てくるあの宇都宮八郎ってやつが、はい、まあ客でこんな調子乗ってて、ほんで、うわーなんかってこんなになってさ、はい、よくステージに上がっていくのあんじゃん、はいはい、ほんでまたこうやってダイブして戻るみたいな。あ、はいはいはい、それをこうダイブして戻ったら、はい、あれ大体こうやってみんな支えんだけど、汚ねっつってみんな、汚ねっつってみんな避けて、床に頭打って、はい病院に運ばれたんだよ。で病院に運ばれたらいいけど、あの健康保険証がなくてあの大変だったらしいよ。うん、あ、一応なんか書いてますね。昔この辺に、はい、あの塩とタバコの博物館っていうのがあって、ああありますね。なんかシアター D、都内シアター D ですか。ああそう、シアター D のとこ。はいはい。今ちょっとあの東東京の方にあるけど、はいはい。どうやってのあっちの方にあるんだけど。はい。あ、楽しい。こういうさ、はい。まあ、なんだかわかんないけど、はい、まあ、多分子育て支援みたいな形でやってるんだろうけどさ、はいはい、まあ、働くね、はい、あの親御さんとかもいっぱいいるだろうから、はいはいはい、俺も一役買うぞそう、あの時間あるんで、紙芝居とかね子供に披露したりとか。紙芝居なんか全部俺なんかオリジナル作品だから、はい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 、既存の物語じゃねえぞ新しい、そうですね、新しいネオストーリーだから、ニュースタンダードやってやるのにな、お声かかんねえな。
犬散歩を見てる方にお子さんが生まれた時に声がかかるかもしれないですね。まあこういう大人になりたいなんていうのいっぱいいるだろうしな。はい。お前さ、はい、49歳まで、はい、タイムカードを押したことない男性、はい、大事にしろよ。ちなみにシャバ像も押したことねえから。そうです、素敵な大人に囲まれてますね。素敵じゃねえ大人、はい、明るく、はい、いろいろぼやかしてんだけど。ずっと震えてるわ。あ、コウジジネもありがとうございます。今年はユン散歩ライブを開催したりだとかですね、たくさんあったか、そんなの。ありました、ありました。たくさんお客さん来ていただいてありがとうございます。あ、どうか。まあ、いろいろね、機材トラブルがあって、ちょっとご迷惑をおかけしましたけど、覚えてねえよ誰もそんなこと。細かいところもね、いいですけど、ありがとうございます。また来年もですね、ユン散歩、次はあなたの街に訪れるかもしれませんね。うるせえ。皆様、今年1年ユン散歩どうもありがとうございました。まあ、僕もね、ひろたにお前なんか歩けよと言われて歩いてるんですけど、ひろたの奴隷というか、ひろたのおもちゃというか。そんなことないです。そんな私なんですが、まあ本当ね、皆さん本当今年1年もどうもありがとうございました。2023年もですね、なんとなく見ていただければいいと思いますんで、まあ我々もね、もうだってさ、よくコメントを送ってくださる方なんかさ、もう親戚みたいなものじゃない。遠くの親戚よりユン散歩って言うじゃない。まあそのぐらいもう皆様には本当ありがたいと思って、そのぐらいの距離感で私はやってますんで、まあ気持ち悪いかそれも。まあ何でもいいんですけどね。まあとにかく2022年皆さんお疲れ様でした。まだまだ面倒くさい、ご時世ですが、そこはなんとかね、自力で楽しんでいただいて、その手助けにユン散歩があればと思っております。なんだかよくわかんないですけど、皆さん、ご自愛ください。本当良いお年を。あ、俺よりちょっと下の良いお年を。ダメよ。